はい、まずこちらが福類ですね。まあ、練習着がほとんどなんですけれども、ちなみにこちらは高校の体育着です。続いてこちら、まあ、小物類ですけど、でこちらが、西くんのお姉さんがくださったコーヒーです。でこちらがデビューが決まった時にうちの姉が珍しくもプレゼントしてくれたサングラスです。まあ、つけるかは分かんないんですけど、お守りがてら持っていきたいと思います。それでは続いて僕が合宿に持っていくマストアイテム紹介したいと思います。まりこちらです。じゃん、ノートです。まずこちらがオーディションの時に使っていたノートですね。なのでまあその時に気づいたこととかがいっぱい書かれてて、こちらが INI になってから気づいたこととかを書くようにしてるノートで、まあこれから行く合宿の時とかに思ったこととかもいっぱいメモしていこうかなって思ってます。続いてこちらが歌詞を書いているノートで、練習中に気づいたこととかはここにいっぱいメモするようにしてます。最後にこちらが日記をつけてるノートです。これからライブの時とかなんかで悩んだ時とかに昔の自分がどういうこと考えてたのかとかが分かったらいいなと思って最近はつけてます。やっぱりいろいろ気づいたこととかがあってもう忘れちゃうこととかあるんで、なんで皆さんも、まあ、ノートじゃなくてもなんか文字にしてみるといいかもしれないですね。